はい、皆さんこんにちは。一つの国不思議探検隊隊長のカックンです、今日はですね、笠間市の石岡市の旧八郷町に来ております。遠くに見えるのはこれは筑波山です。カラスリというですね、面白い地名があったのでですね、その周辺を探索というか探検しております。というのもですね、副隊長のお宮君もですね、今の万葉集のですね、跳躍スーパートランスレートをしておりましてですね、そこにですね、どうもこの八郷地区が絡んでくるということでですね、まあ戦国時代から江戸時代にかけては春日の局が関係してくるということでですね、まあ春日神社というのがあったものですから、まあ、とりあえず見てみようと。いうことで寄ってみました。以前に一度寄っているんですけど、なかなかですね、奥に行くといい感じがする神社だったんですね。はい、や蚊が出てるね。もうでカラスリはですね、非常に珍しい地名で、実はあの日立大谷にですね、長畑部神社という神社がありましてですね、そこで、カムハタ姫が初めて織った布をですね、カラス織と言うんですね。要するに私的にはカラス織がカラスリだと、そういうことにもなるのではないかと言ってちょっと注目をしていた地名なんですけど、今それから近くにですね、金神神社っていうのがありましてですね、祭神とか誰かわかんないんですけども、どうもその場所が古墳で、しかもですね、筑波山を向いて、まあ、軸がですね筑波山の方に向いて作られた古墳なのではないかと、いう感じは受けました。それからもう一つカラスリ地内のですね、稲荷神社も見てきたんですけれど、まあ小さな祠でしたね。この春日神社はですね、まあ岩倉なわけですよ、ご覧のように、ね、岩倉なわけですよ。これはいわゆる縄文の祭祀場ではなかったのかという雰囲気は当然するんですよね。で、まあ、低い山なんですよ。だけどもこんな感じでここだけ岩が残ってるっていうのはやっぱり神聖な場所として、考えられたのではないかと、取られたのではないかという感じですね。これ地層が分かりますよね。これ地層というか層が分かりますよね。まあ、カシノキもなかなか太いものが立っております。で、うん、なんか岩筑波家のこう石の回廊を小さくしたようなですね、これは何、何て言うんだろう、これね、わからないけど緑片岩とかいうのかな、わからないけど古墳の石石棺のですね、蓋なんかにここの石が使われてたんじゃないかと思われるような感じですね。神社から分かるものはおそらく何もないことでしょう。これは中です。これ今登ってるんですけど結構大きい石ですね、これね。こんな感じですよ。
で、ご存知のようにですね、春日神社というのは雨の押し本耳と竹見和氏と、それから普通主と姫狼というものを祀ってて、藤原のですね、氏神とも言われてるんですけれど、私たちはそれ以前から日立の国の重要な、神社ではなかったのかと思う節もありましてですね、実は日立大宮市にはですね、本家本元の春日神社よりも古い時代に作られた、春日神社があるんですね。はい、まあそれはね、本当に創建がその時代かどうかわからないんだけど、そう言われているという神社があると、神社史にはきちんと書いてあるということです。こちらステンレスのトタン板かぶしてもらったんですけど、祭神はさっぱりわかりません。もうお宮もボロボロになっていますね。でこちらが本殿ですね。向きはほぼ南向きに建てられております。はい、あとは何かあるかね。ここもですね、こんな具合にですね、神社の箇所だけぽっこりと盛り上がって作られてるんですね。だからわざわざ盛り上げて神社を作ったのか、古墳をですね神社の跡にしたのか、それは分かりませんが、少しこうこの辺をね掘ってみると何かが出るかもしれません。漢字的には前方後方墳ではないかと思われますが、このこれは瓦の破片でしょうね。そういうことなんですけども、もう神社もね、地義もないし何もないので、さっぱり分かりませんが、春日の局の話なんかをこう考えると、もしかしてね、まあこれ春日の局の話は八郷に関係するっていうのはですね、稲葉さんというね人が、稲葉氏ですね、関係しているのは明白なのでですね、あながちにも関係とは言えないですね。でこの八郷町っていうのはですね、筑波山がよく見える場所で、なかなか古代の都としては非常にいい場所ではないかと思われたりもするのです。例えば富士山と筑波山の話がですね、日立の国不動記に残ってまして、富士山は高いんだけども、高すぎて冬が積もって、冬に雪が積もってですね、人が集まれないんだけども、筑波山は、雪は積もらないし一年中人が集まって賑やかですよというような、ことがあって、あれ日立の不動記かどうかちょっとはっきりしないよ、何かで読みました。はい、それがですね、実は蘇民将来古丹将来の話と私は被ってしまうんですね。で古丹将来が富士山で蘇民将来が、筑波山だと。つまり何を言いたいか、筑波に都があったと、ある時期富士にも都はあったんだけれども、それが蘇民将来のですね、この日立の国のですね、あるいは毛の国のですね、木の国のですね、筑波山にとって変わられたのではないかと、いわゆる富士王朝から筑波王朝へと、こういうですね妄想も出てくるわけでありますね。これ見えますかね、ここ、これ筑波山なんですよ。これ筑波山で、
ここから見える筑波山は、女体山が手前に、女体山しか見えないですね。男体山はちょうど女体山の影になって、女体山しか見えませんという地区です。でですね、フラッドマップでですね、斜面のある高さを見ますとですね、大体62、3メーターなんですね。我々の説は最高65メーターまで海の水が来てたんじゃないかと、思ってるんですけれども、まあ大体その最高水位に近いところに、神社が建っていたということです。ここはね、石岡からそんな遠くないしね、これいい場所だよね。これ田舎暮らししたい人には最高だね。東京までもうちょっと1時間ちょっとでしょ、ここ。筑波まで車で行った後はつくばエクスプレスで行っちゃえばね、すごく、まあこういうのどかな地域なんですけど、いい場所だと思います。私も将来はね、山奥から、奥茨城村から脱出してですね、こういう日当たりのいい、場所に住みたいななんて考えております。まあ、あとはね、ちょっと近所の人にいろいろ話聞きたいんだけども、いきなりピンポンするのもなんなのでですね、誰か外にいないかなと、キョロキョロ見回しているところです。まあ、ということで、八郷町ですね、石岡市旧八郷町の春日神社からお送りいたしました。それでは皆さん、さようなら。また名も知れぬ神社でお会いしましょう。